研究所の目的について、アメリカ国務省の発表によれば、21世紀には地球人口は100億人を突破することになる。そうなれば食糧難をはじめとして様々な困難が人類の前に横たわっていることが明らかである。そこで我々は人類の未来を宇宙に求め、直ちに惑星 S1 に前進基地を作ることに決定した。コードネームスーパーワンについて、惑星 S1 に前進基地を作るにあたって、我々は予想されうる数多くの困難な事態を想定した。これらの困難に対処するために、我々は人間を超える惑星工作員超人の研究に着手することにした。それがコードネームスーパーワンである。ファイブハンドについて、我々はスーパーワンに対して宇宙開発に必要になると想定されるさまざまな力を与えた。特にファイブハンドはスーパーワンの力の基本となるものだ。各ハンドの有効な使用用途については、それぞれの説明資料を参考にしていただきたい。
闇の王国ドグマの怪人ファイヤーコングに襲われたヒーローたちはライダースーパーワンの活躍によって危機を脱することができた。しかしドグマの攻撃はこれだけでは終わらない。これから幾度となくヒーローたちを苦しめることになるはずだ。果たしてヒーローたちはこの危機を乗り切ることができるのであろうか。今悪の王国ドグマの打倒を胸に決めてヒーローたちは疾走を開始した。戦えヒーロー、負けるなヒーロー、悪の野望をくじくまで立ち止まることは許されないのだ。